おはようございます。キュートハウスです。2022年11月22日いい夫婦の日ですね。22、11、22ってなかなか語呂もいい日ですね。しかしベリーちゃんは今日で、キュートハウスで1日過ごすのは終わりです。朝のね、挿絵をして今ご飯食べてますけどね。もうね、おけいさでもいいんですけど、一緒に仲良く食べてもらおうと思って餌をまきました。まあ鳥は本来はね、下に落ちてるのをこうやって、ついばむのでね。ベリーちゃん、大きくなってきたね。もう飛ぶのも時間の問題です。今ね、日中はね、コブちゃんが鳥部屋に行ってるので、一緒に行きたくってしょうがないんですね。まだね、でも飛べないのでね、抱っこしてなきゃいけないのでね、ちょっと、私の時間が空くまでは中でこの中に行ってもらってます。コブちゃんコブちゃんコブちゃん、ね、肩にいる、肩にいて。ベリーちゃん呼んどるよ。コブちゃん、ベリーが呼んどったよ今。ウロコちゃんの状況なんですけど、瀬戸ちゃんのところ、順調で、有精卵とか確認してないんですけど、順調でしたら、今日孵化が始まります。今までね、もう ほぼほぼ産んだのは有精卵なので、1個しか無精卵がなかったのでね、まあ有精卵だと思うんですけど、まあ年を取ってきても4歳かな、5歳かな、なのでね、いくつ飼えるか分かりませんけど、いくつ有精卵か分かりませんけど、今日から孵化が始まります。で、6個。卵は6個です。むーちゃんのところ、むーちゃんのところじゃないな。あれだ、ラムちゃんのところはね、いくつ卵があるか、5個からは数えてないのでね、ちょっと見てないのでわからないです。もう一人のブリーダーさんのところは4個だって言ってましたので、20個もいかないな。全部書いて、だとして、いくつだろう、16ぐらいかな。小桜がね、孵化してきてるので、育てるのは20羽ぐらいになると思うんですけどね。あ、コブちゃん今うんち出たよね。え、元気だね。ベリーちゃん、今日魔術師に抱っこしてチュッチュチュッチュしてもらってますので、親父臭がついてないといいんですが、ベリーちゃん大丈夫だった？あたちとっても嫌だったわ。ベリーちゃん、アワホ好きなタイプですね。アワホもね、好きなことね、好きじゃないこといるんですよ。置いたっても全然食べないことね。ベリーちゃん、アワホ好きなタイプ。うんち違うとこでしてきてね。お利口だね、ベリーちゃん。ねえ、コブちゃんはさ、なんでいつ前買ってもこんな甘えん坊さんなの？コブちゃん。
我が家に来る人がみんなコブちゃんが見たい、コブちゃんが見たいと言ってね、コブちゃんね。ね。ベリーもだいぶ動くようになってきましたな。ベリーちゃん。ベリーちゃん。ちょっとそれ高いか？あ、何？ペレット見つけたの。お、頑張れ！あれ？え？あれ？ペイちゃん乗ってごらん。よいしょ、もう一個、もう一個。お、すごい。ペリタンすごい。すごいね。ペリちゃんすごいね。なれるようになったの。すごいね、ベリーちゃん。もうお姉さんだね。くちばしがまだ黒いね。これこれ、コブちゃん。あんたパパさん大変だよ、そんな離れられんと。ん？こうちゃん、ちびちゃん元気にしとるかな。ペレットとシードを巻いております。それとアワホとね、アワホも一瞬でいっぱい食べたね。コブちゃんはね、お歌がとっても上手ですよ。コブちゃん、お歌歌ってごらん。もうご機嫌でお歌歌ってます。あたちも一緒に歌っとるね。あたち、今時間は8時35分ですね。今からベリーの、書類を、作りまして、今日ね、一日ね、よし、ね、あのちゃんと飛べるからいいよね。ショップさんに行ったらね、もうあの羽はカットされてしまうのでね、よかったです。はい、じゃあ今日も一日頑張っていきたいと思います。あ、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではねー。